万博運営費の増額。赤字でも大阪府市は負担せず吉村知事ら。2025年大阪・関西万博の運営費が1000億円超に引き上げられる見通しとなったことをめぐり、大阪府の吉村博文知事と大阪市の横山秀幸市長は11日、運営費に充てる収入が不足した場合の対応について、府と大阪市が公費負担することはないとの考えを示した。運営費は主に入場料収入で賄うことになっているが、不足した場合の対応は決まっていない。約1200億円の赤字となったのドイツハノーバー万博では、政府と地元自治体が穴埋めしている。吉村知事は11日、報道陣の取材に、西村康稔経済産業省が国会で国が補填することはないと答弁したことを念頭に、万博は国の事業で、国が不足分を負担しない中、府市が負担するわけがないと説明。その上で、運営費の対応については、14日に開かれる日本国際博覧会協会万博協会の理事会で協議する意向を示した。横山市長も11日、報道陣に府市で赤字をカバーする認識はありませんと述べた。運営費は当初809億円と見積もられていたが、人件費の高騰などで1000億円超に膨らむ見通し。万博協会が14日の理事会で報告する方向で調整している。意味わからん。もうやめちゃえよ。ならやめれば、負担しないなら何も言うなよ。これが身を切る改革や。誰も出すって言わないなら初めからやるなよ。スカイツリーが400億。半年だけのリングで350億。さすがに無駄だわな。建設業界に金を流すためだけに無理やり作っているとしか思えない。それは風浪被害。儲かってないし、コロナの隔離センターの時もだったけど入札が不成立に何度もなってる。ということは、木のリングだけで終わりと。まあ、あれも、いい見せ物だよ。木でエコ感を出したけど、終わったらどうするんだろ、みたいな。足りないんなら作らなければいい話。作らなくてもいいもの、あるんじゃない？最初から名乗りを上げるなよ。誰も負担しないなら中止しかないだろ。じゃあ、350億円の日よけとかやめればいいのに。脈々が全てを解決するから大丈夫。じゃあやめりゃいいんじゃないですか？ってみんな言ってんの。いいね。トイレなしで強行開催希望。国は強気でいけばいいよ。ゆすりに屈してはならない。脈々とやらが良くない気がする。あれ、応援したくないもん。大阪だけで盛り上がっておけ、な感じ。どういうこと？業者はお金払ってもらえないってこと？赤字って何がやねん。どこも赤字を負担しないならどうなるんだろうか。建設業者が後払いで受けてるってことなのかな。中止になったらどこで空飛ぶ車に乗ればいいんだ。急いで移動したいとき便利だろ。大阪万博で金を手にするやつから金を徴収すればいいんだよ。庶民には何の恩恵もないんだから。国民に押し付けるのか？経済効果3兆なんだろ。目先の赤字なんか気にすんな。大阪で賄え。3兆来るんだから。東宝丸には1円も来ないわけだしな。大阪が持つべき。そうだよねー。3兆円も経済効果があるんなら大阪が負担すればいいよねー。十分お釣りが来るじゃんね。せめてリングは止めろよ。レガシーにしようにも。海沿いで木造なんだから劣化も早い。じゃあ残った企業体が負担するの？結局赤字で経済効果なんてマイナスじゃないか。そうだよな。だったらやらんは止めるわってなるよな。な。国負担しません。府市負担しません。どうなんの？踏み倒し？黒字にすればいいだけだろう。橋本さんも3兆円の経済効果があると言ってたし。頑張れ吉村さん、大阪無心の会。じゃあ増額せずにやるか中止しかないな。ならば国も負担しないからとっとと中止しろ。日本国民は中止になっても一向に困らないよ。予算に合わせた万博を開きなさい。増額する必要はないよ。で、どうすんの？生活費の不足分も国が負担してくれよ。これが国民に万博にかかる金を税負担してほしい奴の態度か？なんで頼む側が開き直ってんだよ。責任取れないなら中止しろよ。なんが厳格なコスト管理だよ。ただの責任放棄じゃねえか。じゃあ誰が金払うの？私たちだよ。お前だよ。予算足りないから税金もっとよこせって言い出すって最初から分かってただろ。これからもどんどんおかわり請求してくるぞ草。金がないなら最初から誘致すんなよ。埋め立て地でやるときから、天井知らずに金額が増えていくのが、恐れられてたよな。それプラス工事の遅れ、ますます金かかる。建築会社は報酬がもらえない可能性があるということ？誰も払わないということはそうだよね。そらこんな事業に携わりたくないよな。国民の身を切る改革。できもしないなら最初からやるなよ。無責任極まりないな。だったら推進するなよ。チームジャパンとは何だったのか？どこが負担するの？埋め立てて作った関空は2兆円かかって完成したが、毎年沈んでいるので、それの対策の金がかかる金食い虫。一番金食ってるのは成田なんだが、国が負担しないと言ったからの対応なら、当たり前だろ。これって誰が指示してるの？俺も関西人だけど俺も含めて周り誰も指示してない。大阪人が開催しろって言ってるのか？淡路島に国際空港作って新幹線通した方がマシだったんじゃね。兵庫県になっちゃうけど。少なくとも現在行っている工程で安全面を配慮しつつ、
図面レベルから簡素化できるところは簡素化しないと、建設作業員の働き方改革だってもあるし、間に合わないってことにならないようにしないと。じゃあ誰が増加する工事費払うの？なんで赤字の穴埋めの話になってるの？成功するんじゃなかったの？日本万博という文字はなかったよな。万博国債を発行するから大丈夫だよ。借金はいくらでも積み上げればいい。現生を手にした者の勝ちなのだ。なんで予算青天井が前提なんだよ。総予算が決まってたら輪っかなんてつけないだろ。なら国の管轄にしろよ。3兆円儲かるからええねんって言うんやから、一時負担できるやろ笑い。金が足らぬ上に間に合うかわからん状態。それ以前に工事引き受けてくれる業者がいるかもわからない。こういう時こそ指導者の資質が試されるが、早くも結果が出てしまったなんと情けない。そもそも地盤のしっかりした内陸部に作れという専門家の提言無視して、軟弱地盤の埋め立て地を国に進めたのは大阪だろ。シンプルに考えよう。金がないなら、予算内で実行するべき。日本国民ならわかるよね。とりあえずカジノと土台だけは仕上げておいて、パビリオンは各国からきっちり請求して取れた費用分だけで作るしかなくね。あとあの木のやつは長さ3分の1だけ作っとけば十分よ。もうそれで十分入るから。大阪に経済効果3兆円あるんでしょ。なら追加の1000億でも2000億でも使ったらいいのに。大阪じゃなくて日本国全体にな。え、大阪じゃなかったらなんで日本国全体になるの？もしかして3兆円の経済効果って世界全体のこと？国民の心配を得ずになんて金を使えると思ったの？まずここを聞きたい。インフラ整備費とか入れれば1兆迫る勢いだろ。それも万博のためでなく IR のためにな。しかし所管する経産大臣がはっきりと明言したんだな。万博協会とかどうすんのよ。赤字になっても誰も補填しないなら誰も出資しないんだよ。万博が国の事業で国が負担しないと言っているのなら、万博をやめればいいじゃないのくさ。しかし、どうせ税金から補填されるし、っていう姿勢が素敵ですね。大阪は予算も海外に理解させるべき。予算に応じた万博だと成功の可能性がある。余計に金かけてるくせに頭の一つも下げられんのか。ないものねだりしてるしてる自覚なさすぎ恥を知れ。世の中全部ネットで片付く時代にわざわざ万国博覧会て。しかも入場料取ろうとしとったんかい。大阪府で負担しないなら中止しろ。金もなきゃ時間もない。悲惨なことになりそうだわ。何言ってんだ、こいつは。リングなんていらんもん作る余裕があって金が足りんってな。手柄は俺、責任は国。国も大阪に頼りすぎ。大阪人の税金でやれ。日本人の足を引っ張るな。とりあえずオリンピックも含めて今後イベント誘致する自治体は増額分は全て自分の自治体で責任取れ。オリンピックとか、万博とか、昔の成功体験でやったものって大概ひどい結果になる。大体予想外の価格高騰とか言うけど、イベントの場合はそれを見込んで計画立てるのは常識だぜ。確かに円安とかウクライナとか相当ひどいのはそうだけど、それにしても計画が甘々すぎ。行政はこういうのやるべきじゃない。よっぽどの高度成長じゃなきゃ失敗する可能性の方が高いから、自腹切る立場が危うくなるならやるわけないじゃん。計画通りに実施できないのは物理的に確定してるから、落としどころを探っているんだろうな。費用爆上げをアピールして中止の世論形成を狙っているという話もあるし、そんなことより内閣大丈夫か？また円安進むな。上に立つ者として言う言葉じゃないな。情けない。立場悪くなったら国のせいってネラーじゃないんだから。じゃあ撤退するの？それじゃ無責任だろ。国が負担しないならこちらとしては不本意でも万博を成功させるために大阪が責任持って資金を捻出しますよ。くらいえよ。課題山積みなのにすごいとこでも寝始めたな。なんか五輪の時と似たようなこと言っとるな。親がお小遣いくれないってだだこねてるガキかよ。金額決まって受け負ってるはずなのに増額できるってすげえな。業者は絶対儲かるようになってんのか。利益は俺のもの、負債はお前らのもの。国も府市も負担しないんだから協会が負担するしかないだろ。関西財界で払うんじゃないのか。入場料が高すぎるな。大人2025円にしろよ。じゃあ、やめちまえ。勝手に立候補してふざけんな。何言ってんのこいつら。どんどん万博反対派にならざるを得なくなっていくね。府だろうが市だろうが国だろうが、俺たちにどんどん負担だけ押し付けてるだけやん。もうお前らが自腹で負担しろよ。どの国もやる気ねえじゃねえか。自分たちが発起した事業だろ。金の工面ができないからといって逃げるなよ維新。最初から、大阪の埋め立て地のインフラ整備費用にしてればもっと安く上がったんじゃないの？どうせ万博は土地が欲しかっただけでしょ？万博は国の事業？一国政の場で誘致が議論された？また国会で開催地の選定した事実はあるか？誰がどう見ても大阪が勝手にやりたがってただけじゃん。350億円の積み木で遊んでたら国から見放されそうやねん。損切りとっととやった方が評価上がるだろうに、昨今のコスト高でこれ以上皆様の血税を投入することはできなくなりましたって言えば大半が納得するだろうに。大阪万博も、太陽の塔のようなシンボルを立てるのかな。そこに日よけリングがあるじゃろ。例のリングがそれに当たる。インターネットがここまで波及した時点で万博は役目を終えたと言っても過言じゃないからな。経済効果はあるにせよそれを感じられない地域に住んでいる人にとってはいらんわ。しょうがねえな、俺につけといてくれよ。国も府市も金を出しませんって最終的に困るのは開催地なんだけどね。予算に関しては一度配達場なんだから後出しで飲みますとか言われても困るんだよね。
ってか最初から決めとけよ。別にオリア万博などイベントで使えばいいけど、同じ数兆円でも災害対策や少子化対策などいろんな使い方があるよな。ちょっと何言ってるかわからない。昭和の万博で経済効果12兆円だったから7兆円は行くよ。今の観光客が続けば、万博なんかなくても日本に観光客はたくさん来るし、世界に万博マニアがいるからな。これが失敗したら観光で稼ぐなんて無理だろう。国もふもしも金出さなきゃいやん。そしたら協会がなんとかするやろ。ほん、業者は覚悟しなきゃな。万博の失敗は国家の信頼失墜につながる。国家の信頼失墜は国家緩和元より民間企業や団体の信用度にも影響がある。元から国民に選択肢なんてないんだよ。無責任だな。現金の野郎だぜ。愛知万博と比較して金額跳ねすぎ。愛知万博は黒字だが大阪はもう無理だろ。愛知万博の時代は物価高や人件費上昇などなかったからね。もっともデフレが進んでいた時代。マクドナルドのハンバーガーが65円とかの時代。それつまり何も責任負ってないじゃん。不足分出さなければいいだけでは。国を敵に回したらカジノはないと思え。金食い事情だな。万博は成功すると言い張ってきたんだから大阪だけでやればいい。仮に本当に国もしもふも負担しない場合はどうなるの？空から降ってくるの？国も大阪もこれ以上お金出さないってんなら、予算が尽きた時点でそこで終わりでしょ。何もかもが建設途中のままで万博開催強行するか、中止するか。足りない分は協会が自分で稼げばいいだけだろ。グッズ売ったり寄付募れよ。いやいや大阪が率先して身を切るべきだろ。こんなの動員されたやつしかいかんだろ。出し物も少なそうだし。中止になることはない。脈々がなんとかする。お前らが大阪に誘致したんじゃないの？予算のおかわり禁止。何杯でも無料と勘違いしてるよな。200億杯のおかわりを要求とか警察を呼ばれる案件だろう。いつまで箱物作ってるねん。ネット使えば世界中に発信できるじゃん。まあ万博やる余裕あるなら老朽化したインフラ更新でもやれよと思う。建設業者もうるおうだろ。ある意味幸運なことに問題もはっきりしてるし、まずは手直しからだよな。できるできないじゃなくて何か新しい提案してくれよ。つまりどういうこと？万博の組織委員会か何かが負担して、負債抱えたまま解散して踏み倒すってこと？それとも民間の底力で何とかしろってこと？くさ。だったら開催する場所も大阪やなくてええよな。まあ確定的なのは負担するのは日本国民なんだよね。金持ってこや。何これ？誰が責任持ってるの？こわ。大阪がやりたいなら勝手にやりゃいいと思ってたが、いつの間に国も負担になってんの。終わり。動画のご視聴ありがとうございました。